大逆転、ミラクルファイターズ、9回一挙6得点で大逆転勝利。日本ハムが敗色濃厚の9回に、神がかりの逆転劇を演じた。ストッパーとして登板した、ソフトバンクの松本裕樹がわずか5球で降板するアクシデントがあった。代わった大山の前に、マルティネスは先に打ち取られたが、代打浅間が右翼線2塁打で1死2、3塁、神谷の敵地打で1点を返した。なお1死1、3塁で石井の右前打で1点差。万波の夕頃間に同点とするまさかの展開となった。西二塁から水谷の左前打で勝ち越すと、とどめは清宮の11号ツーラン。一挙6点で大逆転に成功した。古巣から勝ち越し打を放った水谷は、正直ちびりそうな気持ちだったが腹をくくって打った。よくやったと思いますと喜びを表した。劇的な展開で首位、ソフトバンクに連勝を飾り、貯金は今季最多タイの13に戻した。これにネット上では、野球は9回の最後までどんなドラマが生まれるかわからない、だからこそ面白いなと。これはどんなことにも言えることで、何事も最後まで諦めない。それを感じさせられた素晴らしい逆転勝利だった。これでソフトバンク戦は2連勝でオリックス戦に臨めますね。最低でも2位をキープしてシーズンを終われるように。前回スイープされたオリックスにはリベンジを果たしてください。首位ホークス相手にとんでもない試合、8回まで見ていた人に最終スコア見せても信じないのではないかな。でもハムの救援陣の粘りの投球見ていて何かあるのではと思ってました。最終回の逆転までの流れと清のダメ押しホームランを見て野球って本当に面白いなと思いました。